今からどこに向かえばいいんだ？ああ、村を離れてからは砂漠を通り抜けて先へ進んでいた。あのさ、俺砂漠には詳しいんだ。お前はここの住民だもんな。よく遊びに来てたのか？うん、前におじいちゃんが砂漠で迷子になった時も俺が連れて帰ったんだ。ここに何かある。これは埋もれている。どうやら体力仕事をする必要がありそうだ。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけど。なあ、ごめん。それで掘り返すのか？結構深いところに埋まってるみたいだぞ。コロハ片は教令員が開発した装置で、本来は頭につけるものだ。グラマパラは一人ではない。彼らを移送していた一行はここを通った。そして壊れた装置が辺りに散らばっている。分かれて捜索しよう。ここにはまだ何かあるはずだ。これか？なんだか不気味だな。これこそ神の缶詰知識の抽出に使う装置だ。装置が砂の中に。普通じゃないな。おそらく襲撃にあったんだろう。おじいちゃん、どうか無事で。心配するな。おじいちゃんはきっと無事だ。廃病院に残っていたラザックが脱水症状や栄養失調になっている様子はなかった。つまり奴らが撤退してからさほど時間が経っていない。まだ追いつけるはずだ。それからこの襲撃は砂嵐の前に起きたのだと思う。その証拠に装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。でも砂漠で走るのって結構疲れるよな。パイモンは空を飛んでるでしょ。それなのに疲れるの？うん、もちろん疲れるぞ。あっちの